このコーナーは、お笑い芸人のチェスト越前 AP が、秋田市中心市街地を盛り上げるため、街で頑張る様々な人に出会う、街ブラバラエティ。今回は、JR 秋田総合訓練センターからお送りします。今、お客様ということで、車内放送お願いします。車内放送。次は喋るんですそれ。おお。誰が喋ってくれるんですか。はい、大変申し訳ありません。次は弘前でございます。あ、弘前です。弘前そうだよね。なんで戻るんだろうと思ったらそっか。まもなく弘前です。降り口は右側です。まもなく弘前です。降り口は右側です。あ、はいはい。はい。ホーム上下です。あ、痛い痛い。はい、ではホームに降りていただいて、またはい、お客様の出川はい、はい、はい、ここの駅は信号がありませんので、お客様の料理終わりましたら、はい、またベルを開けて、はい、問題ないですね。あ、大丈夫かな。なんかこの女性いいところ気付きました。なんかこの女性近いな。なんか近いですよね。なんか気になるな、フラフラして。黄色のちょっと怪しい。あ、これで OK ですかね。はい、あ、はい、素晴らしいです。あ、よっしゃ、では出発いたします。トラブルは起きないですかね。大丈夫かな。この緊張するところですね。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。で、顔。顔出しますね。はい。はい、大丈夫ですね。はい。はい。後方、俺。あ、後ろ、なんか倒れてる人いた。あれ？あ、今、お客様が転倒したんです。転倒？はい。社長、どうしました。はい、お客様が転倒されました。すぐ対応に当たってください。はい、220車掌です。輸送指令、輸送指令お願いいたします。はい、こちら輸送指令です。どうしましょう。線路上にお客様が転倒、倒れていらっしゃいます。対応お願いいたします。場所を伝える場所を。お客様が転倒で了解いたしました。転倒している場所、付近などわかりますか。どうぞ。はい、弘前駅ホームです。はい、弘前駅ホームになります。はい、弘前駅ホーム了解いたしました。はい、弘前駅員に連絡をしております。はい、 220M 車掌さんは、はい、運転手と打ち合わせの上運転再開をお願いいたします。はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、ということで、訓練をね、体験させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。勉強になりました。勉強になったというか、やっぱりすごい緊張感とね。そうですね、うん、もう当たり前ですけど簡単じゃなかったのと、うん、これが毎日要はね、リアルに、うんうん、ね、JR の方々やられてるってこと、ね、めちゃくちゃ本当頭が下がる思いでございました、ね。はい、素敵な経験することができました、ね。ちなみに若松君結構運転上手かったような感じするんですけど、いかがでした。どうでした。上手でしたね。あら、初めてにしては。はい、あ、じゃあちょっと来月からやらせていただきます。そういう軽い気持ちじゃダメなんだけどね。あ、どうですか。いや、でも運転も安定感ありましたけれど、はい、車掌を車掌体験することができて、そう、車掌ね、なんか楽しいなって思ったんですけど、うん、後半来るいろんなトラブルで、うん、もう心が疲れてます今。いや、でも実際ね、ああいうこともね、起こり得るという想定のもとをやってるってわけですからね。これは結構なトラブルだったなみたいなのとかって、車とぶつかったりとか。あ、車が、はい、あと一番怖いのが、やはりここ最近もあるんですけども、地震とかですか。あ、そっか、ありましたね。で、もし避難、お客様避難する場合だとかは、うん、我々もこのようにした方がいいですよ伝えはするんですけども、いつ起きるかわからないで、どういう状況で起きるかわからないということで、こうやってくださいねって正解がない、なんで、その個人が一番安全だと思う行動を取っていただくのが一番正解だよっていうふうに伝えてはいるんですけども、
いきなりやれと言われても多分できないですよね。そうですよね。そういった臨機応変な訓練とかも、うん、この訓練センターでは行ったりとかはしています。へえ、すごい。まあ、この訓練もそうですし、なんか常に何かは起こるっていう想定でこう動いてるっていう感じですかね。リスク考えてやってるって感じですよ。ぜひですね、もしよろしければはい、ちょっと3人どうだったかちょっと点数なんかつけてもらったら嬉しいな、なんて思うんですけど、はい、じゃあ若松くんは100点満点中、まあ、1回でしたけど何点ぐらいでしたでしょうか。運転に関しましては、はい、はい、もう80割、おー、やった、すごい、はい、細かいとこを覚えていただいて、はい、長谷川はですね、あの運転と車掌もやらせてもらいましたけども、ね、なんあじゃあ、よろしければ、はい、担当の青山さん、よろしくお願いします。はい、私はあの100点満点を差し上げて、ちょっと甘すぎないですか。はい、青山さん、はい、はいって言ってる、甘いです。はいって甘い、甘いんですよ。AP、まあ、AP も、ね、運転と車掌やらせていただきました。大山のね、青山さん。もちろん100点満点でございます。ちょっとおかしくなっちゃってる。あ、よかった。今後ね、ちょっとね、ありがたい気持ちで、はい、乗りましょうね。乗りましょう、電車ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回も3人は秋田市中心市街地をブラブラしますよ。